山本米ネは、日本の政治家、元参議院議員、国際決済銀行理事、大倉政務次官などを歴任、金融財政道として、国会内外に知られた、愛知県蒲郡町に生まれる、1926年3月、東京帝国大学法学部卒業、日本銀行ロンドン監督役月海外、駐在参事を経て、ドイツ駐在中に、 日銀総裁代理として国際決済銀行理事を務める。1947年7月、日本銀行名古屋市店長に就任。日銀調査局長県統計局長、外国為替管理委員会委員、経済安定本部副長官なども務めた。1950年6月の第2回参議院議員、通常選挙に愛知県選挙区から自由党公認で、 立候補し初当選。1954年8月から12月まで大倉政務次官を務めた。1956年7月の第4回参議院議員通常選挙において自由民主党は定数3の愛知県選挙区に対し山本と現職の草場隆園のほか元衆議院議員の神戸審議も公認を出した。得票数3位で再選。 1962年7月の第4回参議院議員通常選挙においては参議院議員1期目の柴田久志が全国区から愛知県選挙区に移り自民党は山本徳沢のほか柴田も後任に加えたその結果柴田は初当選山本は落選の浮き目を見た1989年軍二等随法賞を受賞 1993年11月30日死去91歳没ありがとうございます。